ギアドロコは動力伝達装置にギアを使用した蒸気機関車の形式のことである。蓄語訳は歯車式蒸気機関車となるがギアドロコの語が広く用いられる。あくまでも曲線通過性能の改善を目的として車輪への動力伝達にギアを使用する形式がこれに相当し、ラック式の登山鉄道に使用されているものやドイツ国鉄19.10系のような拡軸。 駆動方式の機関車などとは区別して取り扱われる。通常の蒸気機関車の動力伝達方式は、ピストンの往復運動をロッドで直接に動輪へ伝え、回転させる方式である。ギアードロコの動力伝達方式は、ピストンの往復運動を回転運動に変換し、その回転運動をギアやロッドにより、間接的に動輪に伝達する方式。 もしくはピストンの往復運動をクランクシャフトで回転運動に変え、シャフトとギアで動輪に伝達する方式である。技術発達史的には、アメリカで森林鉄道用として、ボギー式の作業用貨車に集在機用、縦型ボイラーを搭載した簡易な機関車をルーツとして開発が進められたものと、ヨーロッパで施行されていたロットによる動力伝達機構のままで、 同軸に首振りを許容するメカニズム開発の延長線上に位置するものとの二つの大きな流れが存在し、前者は主にアメリカとその影響下にあった国々の森林鉄道で採用され、後者はヨーロッパ、特にドイツとその旧植民地等の産業施設や野戦国用鉄道で対応された。中型のクラス B、j 大型のクラス C、JC 式は ギアードロコで最も普及した形式。車体の右側面に2個ないし3個の短気筒シリンダーが垂直につき、ピストンギッとに連結したクランクシャフトから伸びたシャフトが自在継ぎてを介して、傘型ギアによって前後の車輪を全軸駆動する方式である。ボイラーは普通に中央に設置するとシリンダーと干渉してしまうため、左側に寄せられている。この方式は、 シリンダー増設による多機筒化が容易でスケーラビリティの点でた方式に比べて優れ、主な形式はテンダーを持たない中型のクラス B であったが、テンダーを持つクラス C、クラス D はテンダーの車輪にも自在継ぎてお返して、シャフトが連結されて駆動できるようになっており、より強力な牽引力を発揮した。これらの規格化された部品の組み合わせによって、 1878年から1945年までに顧客の要望に応じて自長6トンから200トンまでの足したようなモデルが製造され、その総数は2768両に及んだ。リーマ社により両側にシリンダーを装備した大型シェーも計画されたが、これは実現しなかった。1877年にアメリカのミシガン州で林業を営んでいたエフレーム。 生により、公安、特許取得され、そのパテントを購入したリマ社の手で1880年に実用化された。巧妙な機構で究極線通過性能と一定以上の牽引力の両立に成功し、アメリカの森林鉄道において様々なギアードロコが普及するきっかけとなった。アメリカ以外では有山森林鉄路で使用されたことは有名である。日本でも、 青森の津軽森林鉄道や高知の魚、柳瀬森林鉄道、八幡製鉄所、それに呉の海軍交渉で一時期使用された。小型のクラス B クライマックス、右上は台車の構造クライマックス式は、ボイラーの両側面に斜めに設置されたシリンダーが、車体中央のクランクホイールを駆動し、前後に伸びたシャフトが自在継ぎてを介して、車輪を全軸駆動する方式である。 アメリカのクライマックス社のチャールズ・ダーウィン・スコットらにより1888年に考案され1896年に実用化された。正式と比較してシリンダーやその弁装置の位置関係が通常型機関車と同様となるため保守面では有利であった。その反面、機関車本体の全長が同級の正式と比較して長くなる傾向があり、また、 人数増加による出力アップが困難でスケーラビリティの点で劣るため、100トン級が上限であった。しかも、その駆動系が車体変側面に集中していて、シリンダ等を吊り上げるクレーンとスペアパーツさえあれば、どこでも保守ができた、正式と異なり、駆動系トラブル発生時にはピットに潜って、車体仮面からギアユニットを整備する必要があったためか、製造実績はあまり伸びなかった。 1928年までに1000から1100両が製造された。ローリングキャンプレールロードの3フィートゲージにトラックハイスラーハイスラー式はボイラーの下部に V 型に設置された2個のシリンダーがクランクシャフトを駆動し、前後に伸びたシャフトが自在継ぎとを介して、各台車の密閉型ギアボックスを備えた手動輪を駆動し、サイドロットで 残りの動輪に動力を伝達する方式である。機関部の画像1889年にクライマックス社から段クエンジニアリング社に移籍したクライマックス式の初アーンの一人であるジョージ・ギルバートの手によってクライマックス式の欠点を補い量がすることを目的として考案された。初期にはリファレンシャルギアを備える自動車と同様の駆動システムを備えるものも存在するなど、 野心的な設計が施行されたが、最終的に蒸気方式に落ち着いた。クランクホイールで回転方向を一旦変更するクライマックス式と比較して、歯車の数が少なくて済み、また台車のギアボックスも密閉式とされたため、人愛の多い環境では、性やクライマックスよりも対環境特性で優れていた。段階クエンジニアリング社が1894年に、 製造を打ち切った後は、チャールズウェルハイスラー率いるハイスラー社に引き継がれ、1941年まで製造が継続されたが、その総数は2社合計で625両に止まった。ザクセン州立鉄道 IK 型スロバキアの U45.9 型クリンリントナー式は、一見して、外側大枠式の N 道軸の機関車に見えるが、第一大 N 道軸を中空軸とし、 その中に中央部に特殊な球状の刃を切った中軸軸を通して、中空軸の内側に刻まれた溝と、中軸軸側の角状突起を噛み合わせることで、中空軸による首振り動作を許容しつつ、N 動軸すべてについて、単純な連結棒による動力伝達を可能とするギアードロコの一種である。また、この第一、大 N 道軸の左右の角道輪それぞれの直近を二頂点とし、 中空軸を一辺とする三角形のサブフレームを取り付け、その重心位置で大枠と首振り、スライド可能なピンを用いて結合し、それぞれの残る一頂点同士を関節によって連結することで首振りの範囲を制限する一種のラジアル機構も備わっていた。第一、大 N 同軸の機構は複雑性地で保守にも一定以上の技術水準を求められるが、 それ以外は、通常型蒸気機関車と変わらず、アメリカのギアードロコのように、便装置が通常の何倍もの高速回転を強いられることもない、ため、高速運転でも通常型機関車に遜色がない。ただし、両端の同軸にまた新機構が備えられないため、曲線通過時のフランジ摩耗などの点では有利であるが、その反面車体のローリング時に、これを抑止する手段がなく、 直線区間での直進安定性や曲線区間への侵入時の安定性を欠くことになりやすいという問題があった。もともとはイギリスでアーサー・ヘイウッドにより1877年に考案されたが、同国では実用化に至らず、1890年になってドイツのエバルドクリンとハインリヒリントナーという二人の技術者によって実用化され、 ザクセン州立鉄道向けを皮切りとして、ドイツ国内の大手メーカー各社で大量に製造され、主として、軌道条件が劣悪であるにもかかわらず、牽引力が要求される、産業用機関車や野戦軍用軽弁鉄道などに供給された。日本では、コッペルギアシステムの採用による特許量支払いを回避する目的で、日本陸軍向け K1、K2 型にのみ採用された。 コッペルギアシステムは一般的に4動軸以上の多動軸機関車で用いられ動軸数を N とする場合、第2大 N-1 動軸は一般型機関車と同様にサイドロットで動力が伝達されるが、これに加えてボールジョイントによる自在継ぎて内蔵した特殊な構造の大歯車も第 2N-1 動軸に取り付け、ここから平らギアで第1第 N 動軸に動力を伝達する。 この自在次手の改催により、第1、第 N 同軸の首振りを許容し、曲線通過を容易とする方式である。クリンリントナー式機関車を大量に製造販売していたオーレンシュタインウントコッペル社の技師長であったグスタフ・ルッターメラー博士が、同方式を元として、1921年に考案した。このため、考案者の名を冠して、ルッターメラー式と呼ばれることが多い。 同様な構造の自在継ぎ手を使用しているが、中空軸の中に中字軸を通すクリーンリントナー式と比較して、各部機構の大幅な単純化が図られており、両端の同軸への動力伝達が密閉式ギアボックスとなっていることもあって機構部への自害の侵入に強く、大環境性ではクリーンリントナー式を大きく量がしたが、 両端同軸の首振りに由来する諸問題は型を変えつつ引き継がれており、その点では大差がなかった。日本では日本陸軍向け E 型31両に採用されたのみであるが、クリーンリントナー式に変わるものとして、コッペル社によって世界各国へ多数が供給された。蒸気機関車の衰退により、ギアードロコの商業用としての使用は激減してしまい、インドネシアの製陶工場で、 コッペルギアシステム搭載機の一部が稼働しているのみである。観光用としては、アメリカでは多数が胴体保存されているほか、有山森林鉄路のシェイが有名。1907年製、ナンバー50製造番号1883ミヤの、ただ春、大マ社メーカー写真に見る、海軍交渉、八幡製鉄、アリさんのシェイギアード、ロコ。 鉄道模型趣味ナンバー641、ハット C タイプクラス B42 トンズゲージ48-1九百9 2 1年スチームショベル、ダンプカーと共にアメリカより輸入され1925年7月末までドック築造工事に使用。特殊な構造のため組み立てには苦労したが原因力があり故障は少なかったというハットベンジャミン会、G クライン。 ジュニア、ザ・ヘイスラー・ロコモーティブ1891から1941、ワイルドウッド・パブリケーションズ、ISBN9 兆7811億1283万3410デビット・エム・ホフマン、ザ・ギアード・ローコミューティブス・オブ・ダン・ケルク、ワイルドウッド・パブリケーションズ、ACNB001KJNN4K、オーストラリア製の16から18トンキで26、ゲージ。水タンクは、 フレーム中央下に270ガロン、リアに200ガロン。ありがとうございます。